新型コロナのワクチン接種について奈良市は介護や保育、宿泊施設などの従事者を対象に今月14日から優先接種を行う方針を示しました優先接種の対象者は保育所、幼稚園などの職員のほか不特定多数の人と関わるバスやタクシーの運転手宿泊施設の従事者そして一部の介護サービスの従事者です 奈良市は市内の体育館ロートアリーナ奈良を大規模接種会場とし今月14日から17日までの4日間でおよそ7000人を対象に接種を行う予定としていますまたワクチンの打ち手については市の市会市会の協力を仰ぐとしています 接種には国から提供されるモデルナ製のワクチンを使い、市では事業所単位で日程を調整しながら、なるべく早く効率よくワクチン接種を進めたいとしています。